し今行きたいけど行けないみたいな状況がある人がいるとしたら、今は行けなくても諦めなくてもいいかなっていうのは一つ。行けるタイミングは絶対来ると思うし、ずっと受け身でいてほしいわけじゃないですけど、チャンスはちゃんと掴みに行ってほしいけど、あ、いつか行くための計画を立てるといいかなって思うのが一つ。あとはこう、なんとかしてでも行きたいって思えるかどうかで、もしその行くかどうかをそもそも迷ってるんだったら、決める基準は提案したいかな。あくまで私の個人的な意見ですけど、なんか勧められたし行ってみようかなが、だろう、日程なりお金なり何かしらこう調整しないといけないことってたくさんできると思うんですけど、それをなんとかしてでも行きたいって思うようになったら行くっていうのは一つ決める基準になるかなと思います。行って損はないと実的には思ってます。たら必ずこう行かなかった時にはできない経験ができると思うので、あとは、まあ、ただ行って終わってしまったら、まあ、私帰国子女教育とかした時に感じたことなんですけど、3年間海外に住んでましたって言っても、例えば言語力で見ても全然違うんですよ。同じ3年間でもすごく頑張った人と、まあ、とりあえず住んでましたっていう人では全然成長が違うので、その行って何か得たいもの、別に必ずしも英語じゃなくてもいいと思うので、まあ、自分は行ってここを成長させていきたいんだみたいな目的を、まあ2つか3つぐらいは自分の中で定めてから行くと、こう成長したなっていう実感を持って帰ってこれるんじゃないかなと思います。 So it's Masayas Suga and I used to live in Vancouver, Canada for 3 years. I studied wedding planning and some photography and dress styling, and I was also working in a ramen shop in Vancouver. And after coming back, I finished my university, and then right now I work in a food tech industry, andSo I work at a omusubi shop in Toranomon, Tokyo.